はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、とうとうこの社会公民がね、完成、発売と、いうことでね、お知らせとご報告ということなんですけど、今年のね、6月からね、理科物理から始まって、理科化学、理科地学、理科生物で、社会地理から始まって、社会地理、社会歴史で、そして、今度ね、社会公民という形でね、で今回はですね、ちょっとね、結構ね、時迫っちゃったんで、メンバーの優先販売と、一般の先行予約は同時に始めます、今日からね。今日からお受けします。でこれね、この社会公民っていうのはね、かなりコンパクトに、本当に必要なことを、作ってます。公民っていうのはね、結構ね、間口広げすぎちゃうとね、何が重要ポイントかさっぱりわからなくなります。でこれね、出題されるような重要なところだけをしっかり絞り込んで僕書いてます。で問題ね、ポイントをね、ポイントのところがあってね、ポイントを解説して、これ僕の授業に YouTube のね、社会公民の再生リストに完全準拠したテキストです。でその上で、基本の確認と一問一答のところとね、練習問題、まあ練習問題って言っても、ほぼ入試問題です、これね。でこれの、その3つで構成されて、これを各セクションずつ全部、僕の授業にのっとったポイントの、テキストの部分と、一問一答の基本問題、基本の確認の部分とね、あと練習問題という形になってます。でこのテキスト、まあ特徴としてはね、日本国憲法とやったらね、日本国憲法のその基本原理と国会の関係、国会をやったら今度国会と内閣の関係、内閣をやったら内閣と裁判所の関係、天皇をやったら、ね、天皇と国会、天皇と内閣、天皇と裁判所の関係がね、これ絶えずね、意識しながら密接につながってるんだと。これぶつ切りにやったら公民ってダメなんですよ。密接にみんながつながってるんです。基本的人権を尊重する、ね、国民の意思に基づいた政治をする、平和主義である、その上で天皇陛下がいる、天皇陛下がいた上で国会内閣裁判所が密接に結びつき合っている、そして三権分立が成り立っているっていうね、そういったものがしっかり分かるように、でその上で、社会保障、国際連合、国際紛争まで入ってます。入試の直前ね、社会は地理と歴史だけじゃありません。地理と歴史だけじゃなくて、公民が必ず、その半分ぐらいのね、分量、多くてね、分量ですけれども、必ず入ってます。で、それの確実に加点できる、大事なところだけが入ったテキストです。価格は4500円です。メンバーの方は、そこからね、メンバー割引がありますから、必ず、購入フォームにメンバーである旨、そしてメンバーのメンバーのそのアカウント名を必ず書き入れて、購入フォーム申し込んでください。本名とそのメンバーのお名前っていうのは全然違うんですよ。わかんないんです、僕。わかる人もいるんだけど、わかんない人もいますから、必ず、念のためにメンバーである旨を、必ず一言入れてください。よろしくお願いします。ね。今日から先行販売、始めますんでね。で、あと、グッズね。グッズも販売しますから、これね。これ。これはね、これ受験の方はね、ぜひ持ってってください。これクリアファイルなんですけど、
単純なのは、ただのクリアファイルじゃないんですよ。これね、ただのクリアファイルじゃないんです。これね、ちょうど受験票が入るようになっています。これね、受験票を入れて持ってってください。受験の時ってね、思いのほか緊張しますから。ものすごい緊張した時にこれを見てください。思わず大丈夫って思うように、作ってあります。ということでね。これはね、1555円です。合格にちなんでね、第一志望合格、合格、合格っていうことで、これ1555円で販売してます。よかったら、ぜひ、受験の時にね、受験票挟んで持ってってください。今日はそんな話です。では、いいなと思ったら、大抵の方はチャンネル登録してると思いますけれども、チャンネル登録お願いします。では今日はここまでに。